宮崎駿監督のジブリ映画、天空の城ラピュタが8月30日、日本テレビ系金曜ロードショー午後9時で放送され、平均世帯視聴率が13.7%関東地区だったことが2日ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9.3%だった。これまで18回放送され、 1989年7月の2回目放送で最高の22.6%を記録した。日本アニメーション映画を代表する宮崎駿監督の普及の名作。86年の公開から30年以上経った今でもその魅力は色あせることなく、世代を超えて支持されている。クライマックスのパズーとシータが滅びの呪文を唱えるシーンでは、ツイッター上で一斉にバルス。 とツイートする。